徳川慶喜、徳川慶喜、徳川慶喜、徳川慶喜は、江戸幕府第15代征夷大将軍、在職、慶応2年12月5日、1867年1月10日、慶応3年12月9日、1868年1月3日。江戸幕府最後の将軍かつ、日本史上最後の征夷大将軍。在任中に、江戸入城しなかった唯一の将軍であり、最も長生きした将軍。御三卿一橋徳川家の第9代当主時に、将軍後見職、禁裏御守衛総督など要職を務める。徳川宗家を相続した約4ヶ月後に、第15代将軍に就任。大政奉還や新政府軍への江戸開城を行った。明治維新後21位、勲一等公爵、貴族院議員。天保8年、1837年9月29日、江戸、小石川の水戸藩邸にて、第9代藩主、徳川斉昭の7、男として生まれた。母は、正室、吉子女王幼名は、松平七郎麻呂。尊敬する。第2代藩主、光圀の教育方針を踏襲している斉昭の子女は、江戸の華美な風俗に馴染まぬように、国元、水戸で教育するという教育方針にのっとり、天保9年、1838年4月、生後7ヶ月に、江戸から水戸に移る。弘化4年、1847年8月に、幕府から一橋徳川家相続の含みで、江戸出府を命じられるまで、9年間を同地で過ごした。この間、藩校、弘道館で、相沢正子祭らに学問、武術を教授された。七郎麻呂の英邁さは、当時から注目されていたようで、斉昭も、他家の養子にせず長男、義敦の控えとして時手元に置いておこうと考えていた。この間、七郎麻呂は父斉昭から返記をいただき、松平明いたす、松平明、宗と名乗る。老中、安倍正弘が、明いたすを、御三卿、一橋家の世継ぎとしたいとの、第12代将軍、徳川家慶のおぼしめし、以降弘化4年、1847年8月1日に、水戸藩へ伝達。おぼしめしを受けて、明いたすは8月15日に、水戸を立ち9月1日に、一橋家を相続。12月1日に、家慶から返記を賜り徳川慶喜と名乗る。家慶はたびたび、一橋邸を訪問するなど、慶喜を将軍継子の有力な候補として考えていたが、安倍正弘に還元されて断念している。嘉永6年、1853年、黒船来航の混乱の最中に、将軍、家慶が病死し、その後を継いだ、第13代将軍、徳川家定は病弱で、男子を設ける見込みがなく、将軍継子問題が浮上する。慶喜を推す斉昭や安倍正弘、薩摩藩主、島津斉彬ら一橋派と、紀州藩主、徳川慶富を推す彦根藩主、井伊直弼や家定の聖母、本寿院をはじめとする、大奥の南紀派が対立した。安倍正弘、島津斉彬らが相次いで死去すると、一橋派は勢いを失い、安政5年、1858年に大老となった井伊直弼が再帝し、将軍継子は義富、家持と決した。同年、直弼は勅許を得ずに、日米修好通商条約を調印。慶喜は、斉昭、福井藩主、松平義長らと共に途上し、直弼を詰問し、翌安政6年、1859年に、隠居謹慎処分が下る、安政の大獄。この日は三卿の途上日であり、斉昭や義長と違って、富士途上ではなく、罪状は不明のままの処分であった。なお、慶喜本人は、将軍継子となることに乗り気ではなかったのか、骨が折れるので、将軍になって失敗するより最初から将軍にならない方が大いに良いという趣旨の手紙を斉昭に送っている。安政7年、1860年3月3日の、桜田門外の変における、井伊直弼の暗殺を受け、万延元年、1860年9月4日に、恐れをなした幕府により謹慎を解除される。文久2年、1862年、島津久光と、勅使、大原重徳が薩摩藩兵を伴って江戸に入り、勅命を盾に幕府の首脳人事へ横車を押し介入。7月6日、慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を政治総裁職に任命させることに成功した。慶喜と春嶽は文久の改革と呼ばれる幕政改革を行い、京都市御職の設置、参勤交代の緩和などを行った。しかし、これによって久光は、藩主でもなく、官位もない人物からのあからさまな介入により、幕臣から恨みを買うことになり、後の幕府崩壊の伏線の一つになり、自身の権力喪失の結果を作ることになる。文久3年、1863年、攘夷の実行について、朝廷と協議するため、徳川家茂が将軍としては230年ぶりに上洛することとなったが、慶喜はこれに先駆けて上洛し、将軍の名代として朝廷との交渉に当たった。慶喜は朝廷に対し、攘夷実行を含めた国政全般を従来通り幕府へ委任するか、政権を朝廷に返上するかの二者択一を迫った。しかし朝廷からは、幕府への体制委任を認める一方で、国事に関しては諸藩に直接命令を下すことがあり得るとの見解が表明され、逆に幕府は攘夷の実行を命じられるなど、交渉は不成功に終わった。春嶽が朝廷の要求に反発して、政治総裁職の辞表を出す一方で、慶喜はこれを受け入れる姿勢をとり、江戸の幕閣の猛反発を招いた。しかし、攘夷の実行は慶喜の本心ではなく、孝明天皇が岩清水、八幡宮へ行幸しての攘夷祈願において将軍が天皇から摂統を排除してしまえば、攘夷を決行せざるを得なくなるので、風邪発熱、仮病と称して家茂の拝謁を急遽取りやめさせている。江戸に戻った慶喜は、攘夷拒否を主張する幕閣を押し切り、攘夷の実行方策として、横浜港の鎖港方針を確定させる。8月18日の政変で、長州藩を中心とする、尊王攘夷派が排斥された後、神武合体派諸侯、幕閣による三阿会議に参加すべく再び、上洛するが、ここでも横浜鎖港に反対する三余諸侯の島津、久光、松平春嶽らと慶喜は対立した。薩摩藩による朝廷の主導を警戒した慶喜は、三余諸侯を朝廷から排除する動きを見せ、中川宮朝彦親王らとの主席で恋に泥酔し、同席していた伊達宗成、春嶽、久光を天下の官物である。馬頭、初対面である、さらに中川宮に対し、島津から、いくらもらっているんだなどと暴言を発して、体制を崩壊に追い込むなど、徳川家の主導権を譲らないために手段を選ばぬ、交渉を行った。三阿会議解体後の元治元年。1864年3月25日、慶喜は将軍後見職を辞任し、亜孫的な性格を持つ、禁裏御守衛総督に就任した。以降、慶喜は京都にあって、武田耕雲斎ら水戸藩執行部や鳥取藩主、田慶徳、岡山藩主、池田茂正、いずれも徳川斉昭の子、慶喜の兄弟らと提携し、幕府中央から半ば独立した。勢力基盤を構築していく。江戸においては、盟友である政治総裁職、松平直勝、川越藩主と連携し、朝廷の意向に沿って横浜鎖港を引き続き推進するが、天狗党の乱への対処をめぐって、幕閣内の対立が激化し、6月に直勝は失脚、慶喜が権力の拠り所としていた横浜鎖港路線は、事実上頓挫する。同年7月に起こった禁門の変において慶喜は、御所守備軍を自ら指揮し、高塚佐邸を占領している長州藩軍を攻撃する際は、歴代の徳川将軍の中で唯一、戦火の真っただ中で馬にも乗らず、敵と切り結んだ。禁門の変を機に、慶喜はそれまでの尊王攘夷派に対する融和的態度を放棄し、会津藩、桑名藩らとの提携が本格化することとなる。一衛総体制。また、老中の本城宗秀、安倍政人が兵を率いて上洛し、慶喜を江戸へ連行しようとしたが、失敗した。一方、長期化していた、天狗党の乱の処理をめぐっては、慶喜を支持していた武田耕雲斎ら水戸藩勢力を切り捨てる冷徹さを見せた。それに続く第一次長州征伐が終わると、欧米各国が強硬に要求し、幕府にとり長年の懸案事項であった安政5カ国条約勅許を得るため奔走した。慶喜は自ら朝廷に対する交渉を行い、最後には自身の切腹とそれに続く家臣の暴発にさえ言及、一昼夜にわたる会議の末に、ついに勅許を得ることに成功したが、京都に近い兵庫の開港については勅許を得ることができず、依然懸案事項として残された。慶応2年、1866年の第二次長州征伐では、薩摩藩の妨害を抑えて慶喜が長州征伐の勅命を得る。しかし薩長同盟を結んだ薩摩藩の出兵拒否もあり、幕府軍は連敗を喫した。その第二次長州征伐最中の7月20日、将軍、家茂が大阪城で抗拒する。慶喜は朝廷に運動して、休戦の詔勅を引き出し、会津藩や朝廷上層部の反対を押し切る形で、休戦協定の締結に成功する。家茂の後継として、老中の板倉克清、小笠原長行は、江戸の異論を抑えて、慶喜を次期将軍に推した。慶喜はこれを誇示し、8月20日に、徳川宗家は相続したものの、将軍職就任は拒み続け、12月5日に、将軍宣言を受けよう、役将軍に就任した。これはいわば恩を売った形で将軍になることで政治を有利に進めていく狙いがあったと言われるが、就任故事が政略によるとみなせる根拠も、政略説を否定する根拠もないのが実情である。この頃の慶喜ははっきりと開国を志向するようになっており、将軍職就任の受諾は、開国体制への本格的な移行を視野に入れたものであった。慶喜政権は、会津藩、桑名藩の支持のもと、朝廷との密接な連携を特徴としており、慶喜は将軍在職中一度も、畿内を離れず、多くの幕臣を上洛させるなど、実質的に政権の畿内への移転が推進された。また、慶喜は将軍就任に前後して、上級公家から側室を迎えようと画策しており、この間、彼に関白、摂政を兼任させる構想が繰り返し浮上した。一方、これまで政治的には長く対立関係にあった、小栗忠政改革派幕閣とも連携し、慶応の改革を推進した。慶喜は、フランス公使、レオン・ロッシを通じて、フランスから240万ドルの援助を受け、横須賀製鉄所や、造り、修船所を設立し、ジュール・ブリュネをはじめとする軍事顧問団を招いて、軍政改革を行う。老中の月番制を廃止し、陸軍総裁、海軍総裁、会計総裁、国内事務総裁、外国事務総裁を設置した。また、実弟、徳川昭武、清水屋当主と下をパリ万国博覧会に派遣するなど幕臣指定の横留学も奨励した。兵庫開港問題では朝廷を必要に解いて、勅許を得て、勅許を得ずに、兵庫開港を声明した慶喜を糾弾するはずだった、薩摩、越前、土佐、宇和島の4港会議を解散に追い込んだ。薩長が武力倒幕路線に進むことを予期した慶喜は、慶応3年、1867年10月14日、政権返上を明治天皇に奏上し、翌日勅許された大政奉還。従来の通説的見解によれば、慶喜は当時の朝廷に行政能力がないと判断し、烈公会議を主導する形での徳川政権、存続を模索していたとされる。慶喜は緊迫する政治情勢下で内乱の発生を深く懸念しており、大政奉還による政治体制の再編はその打開策であった。大政奉還後の政治体制については、諸公会議によって定められるはずであったが、12月、薩摩藩らは政変を起こし朝廷を制圧し、慶喜を排除して、新政府樹立を宣言、王政復古。会議において、慶喜の次官、内大臣、辞職の落ち、幕府領、奉納が決定する。慶喜は、衝突を避けるべく会津、桑名藩兵と共に、大阪城に退去し、諸外国の公使らを集めて、自身の正当性を主張し、慶喜は越前藩、土佐藩に運動して、次官農地を温和な形とし、年末には自身の議定就任、新政府への参画がほぼ確定する。しかし、翌慶応4年、1868年に、西郷隆盛の手段を選ばぬ挑発に部下を抑えることができなかった慶喜は、会津、桑名藩兵と共に、京都に向け進軍し、薩摩藩兵らとの武力衝突に至る。1月3日に勃発した鳥羽、伏見の戦いにおいて、旧幕府軍が敗退し、形勢不利になったと見るや、まだ兵力を十分に保持しているにもかかわらず、自らが指揮する旧幕府軍の兵に、千兵が、最後の一兵になろうとも決して退いてはならぬと言明する一方、自分は陣中に伴った側近や、妾、老中の板倉勝清と、酒井忠敦、会津藩主、松平容盛、桑名藩主、松平定明と共に、海陽丸で江戸に退却した。なお、この時、平木高丸官庁の榎本武揚には、江戸への退却を伝えず、武揚は戦地に置き去りにされた。勝利の可能性が十分あったにもかかわらず、慶喜がこのような敵前逃亡にも等しい行動をとった動機についてはいくつかの説がある。近年の研究では、慶喜政権が天皇の権威を掌中に収め、それに依拠することによってのみ成立していた政権であったとし、それを他勢力に譲り渡した時点で、彼の政治生命はついえ、一連の行動につながったとする説が提唱されている。また、薩摩を討つ覚悟はあっても、朝敵の汚名を恐れて、天皇を擁した官軍に対峙する覚悟がなかったとする説もある。関向筆記によれば、水戸徳川家には、徳川光圀以来の朝廷と幕府にもし争いが起きた場合、幕府に背いても朝廷に弓を引いてはならないという、旨の家訓があったという。しかし、結局のところ慶喜を朝敵とする追討令が正式に下り、東征大総督、有栖川宮樽人親王に率いられた新政府軍が統制を開始する。慶喜は、小栗忠政をはじめとする公選派を抑えて朝廷への恭順を主張する。2月には、勝海舟に事態収拾を一任して、自らは上野の寛永時代寺院において謹慎する。また、徳川宗家の家督は養子である、田安亀之助、後の徳川家里に譲ることになった。江戸総攻撃の前に行われた勝ちと、新政府軍参謀、西郷隆盛との交渉により、江戸城は4月11日に新政府軍に明け渡された。彰義隊や旧幕臣の暴発を恐れた慶喜は4月11日午前3時に、寛永時代寺院で、水戸へ向かった。水戸では、弘道館の自然堂にて引き続き謹慎した後、7月に徳川家が駿府に移封されると、慶喜も駿河の宝台院に移って謹慎した。これにより、徳川家による政権は幕を閉じた。以後、幕府制度や征夷大将軍の官職は廃止され、慶喜は日本史上最後の征夷大将軍となった。明治2年、1869年9月、戊辰戦争の終結を受けて、謹慎を解除され、引き続き、駿府改め静岡に居住した。生存中に、将軍職を退いたのは11代、家斉以来であるが、過去に、大御所として、政治権力を握った元将軍たちとは違い、政治的野心は全く持たず、潤沢な隠居手当を元手に、写真、狩猟、投網、囲碁、謡曲など趣味に没頭する生活を送り、慶喜様と呼ばれて、静岡の人々から親しまれた。一方で、旧幕臣が訪問しても、渋沢栄一など一部人以外はほとんど会わなかった。共に、静岡に移り住んだ旧家臣たちの困窮にも、無関心で、鬼人情を知らずと怨嗟の声も少なくなかった。明治30年、1897年11月に、東京の巣鴨に移り住む。翌年には、有栖川宮樽人親王の仲介により、皇居となった旧江戸城に参内して、明治天皇に拝謁もしている。明治34年、1901年12月に、小石川区小日向第六店長、現在の文京区春日2丁目の高台の屋敷に転居し、ここが終焉の地となった。現在、敷地の大半は国際仏教学大学院大学になっている。明治35年、1902年には公爵に叙せられ、徳川宗家とは別に徳川慶喜家を起こし、貴族院議員にもついて35年ぶりに政治に携わることになった。しかし、完全な名誉職で、能動的に政治に関わっておらず、何か歴史に残るようなことは一切していない。明治43年、1910年12月8日、七男、義久に家督を譲って、貴族院議員を辞し、隠居。再び趣味に没頭する生活を送る。大正2年、1913年11月22日、急性肺炎を併発した感冒のため死去。享年77、満76歳25日。歴代将軍の中で最長命。大正天皇は、侍従、海江田幸吉子爵を派遣し、祭り式にや閉泊とともに、以下の勅語を伝達させた。明治5年までは、天保暦、調略の月日表記。用名は、七郎麻呂、七郎馬呂、七郎麻呂とも。元服後、はじめは、実父、徳川斉昭の一字を受けて、松平明いたす、秋宗と名乗っていた。その後、一橋徳川家を継ぐ際に、当時の将軍、徳川家義から返記、喜びの一字をたまい、喜びの字が、喜ぶの意味を持つことから、喜ぶが二つでめでたいの意で慶喜と改名した。慶喜は、慶喜あるいは、慶喜とも読む。出身地である水戸では、慶喜と呼ばれることが多いが、余生を送った静岡では、慶喜と呼ばれることが多い。生前の慶喜を知る人物によると、慶喜本人は、慶喜様と呼ばれるのを好んだらしく、弟、徳川昭武に宛てた電報にも、自分のことを、慶喜と名乗っている。慶喜の後を継いだ七男、義久も、慶喜と同様に周囲の人々から、慶喜様と呼ばれていたと言われる。慶喜様と慶喜さんの二つの呼び方が確認でき、現代においても少なくなりつつあると思われるが、慶喜さんの呼び方が静岡に限らず各地で確認できる。柴良太郎は、慶喜と呼ぶ人は、旧幕臣関係者の家系に多いとするが、倒幕に動いた肥後藩の関係者も、慶喜と呼んでいたことや福沢諭吉の福王自伝でも、慶喜さんと書いて、慶喜と振り仮名を振っている、箇所、313ページが確認できる。また、将軍在職中、江戸幕府の公式な文書等には、義久と読んだとの記録が残っている。本人によるアルファベット署名や英字新聞にも、義久の表記が残っている。このように、木を、久と読む説についてはこの字を与えられた以下の2名についても同じことが得る。正室の美香子は、現大納言、今出川公久の娘であるが、一旦関白一条、忠可の養女となってから慶喜に嫁いだため、明治天皇の皇后となった、忠可の三女一条、義子の義子にあたる。この正室のとの間には、安政5年、1858年に生後5日で、夭折した女子がいるのみで、明治になって誕生した十男11女は、すべて二人の側室親孫親と中根美雪との間に設けた子女である。徳川慶喜公爵家を継いだのは七男、義久で、この義久の長女が昭和天皇の次弟、高松宮信仁親王に嫁いだ、菊子妃である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。